皆さんこんにちは、伊藤塾塾長伊藤誠です。今日は行政書士試験科のホープ、藤田良平講師にちょっとお話を伺いたいと思っています。藤田講師の人となり、それを皆さんにちょっとお伝えしたいなと思って、今日はお呼びしました。簡単な自己紹介お願いします。はい、皆さんこんにちは、伊藤塾行政書士試験科講師の藤田です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。異色の経歴だって伺ったことがあるんですね。そうですね。どんな私は高校をまず中退していまして、その後大検ですね、大学検定。中退でしたっけね。そうなんですよ。ちょっとやんちゃ。いや、そういうわけではないんですけど、ただなんかやはり天の尺だったんですよね。なんかそのストレートに普通に高校卒業して、まあ大学入学して就職していくということに関して、まあ当時の自分はですけど、まあ疑問に感じていて、ただこう流れるままというのはちょっとなんか違うなみたいな。そうですね、いろいろ考えちゃったんです。そうですね、なんか行く意味をちょっとわからなくなってしまって、まあ、辞めてしまったんですけれども、でその後、まあ何か手に職を持ちたいなと思って、洋菓子の専門学校に入ったんですね。大研を受けてすぐ大学に行ったわけじゃないんだ。はい、これもまた結構自分が当時、まあ天の尺というか、やはりそのストレートに行くことに疑問を感じていて、まあ、普通に大学に入るよりも何か転職を持った方がいいんじゃないのかと考えて、その洋菓子の専門学校、学校卒業しまして、その後洋菓子店ですね、働き始めて、でその後いろいろあって、中央大学の通信教育課程ですねに入学して、まあお菓子を作ってました。はい、それが、まあ、大研を取ったことっていうこともあるんだろうけど、はい、それで中央大学、そのまあきっかけというのが、まあ自分がまあ働いていたまあところというか、まあその環境ですよね。まあそこで少しまあそのまあ労働環境ですとか、そういったものにまあ疑問を感じる部分がありまして、で当時やっぱり自分がその法律に関して無知だったんですよね。知恵がなかったので、自分自身をまあある種まあ守るためというか、法律の力を、専門的な力を身につけたいなというふうに感じたのが法律を目指すきっかけでした。仕事の中で社会人やってみたら、やっぱり法律必要だなと。必要だと思いましたね。現場に出て、はい、いろんな労働問題だと、労働環境だというのを含めて、自分の身を守るためにはやっぱり法律ぐらいしとかねダメだと。そうですね。大学に入って学ぼうと思ったかなと。その時系列でいうと、その大学通信教育課程に入るちょっと前に、伊藤塾に入塾しているんですけれども、そもそもそのきっかけが、書店本屋さんで、本を眺めていたんですよね。はい、そしたら本当にこれ偶然なんですけど、目に留まった本が一冊あって、それが夢を叶える勉強法だったんですよね。私の、そうなんですよ、塾を立ち上げたところに書いてある。そうなんですよね。当時の自分に本当に刺さる内容だったんですよね。例えば当時の自分は本当に大学受験をしていなかったので、はい、勉強からすごく離れていたんですよね。でやっぱり勉強方法が分からなかったんですね。でその時に、自分は、変な話、その時間かけてというか量さえこなせばなんとかなるんじゃないかと思っていたんですけど、力技だね。そうですね。勉強に正しいやり方、方法があると、勉強方法ってのがあるからね。そうですね。でその正しいやり方、方法でやっていけば、どういった資格試験であろうと、十分合格の可能性があるということですとか、あとはその本当にゴールから考えていくとか、そういったその視点ですよね。そういう視点は本当に自分、当時の自分には全くなかった視点だったので、すごく、そういうふうにやっていくんだと、本当に当時の自分は目から鱗でしたね。そう、いや、その話初めて聞いたんだよ。そうなんですよ。じゃあ、とっておきに残しておきました。そうか、知らなかった。それ嬉しいね。で当時は本当に伊藤塾長のことも、伊藤塾のことも全く知らない状況だったんですよね。ただやはり法律の、武器というか、専門的な知識を持ちたいと思っていたので、ちょっとその伊藤塾というものを調べてみたら、なんかその法律の資格の受験指導校なんだということをその当時、知ったので、それ説明会に行ってみようと。で説明会に行ってみたら、もう本当にどん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 話に引き込まれていって、もう入塾を決めていました。なるほどね。その当時は弁護士ですね、になりたいと思って司法試験を目指した形です。なるほど。はい、伊藤塾に入ってね、法律の勉強を始めたんじゃない。はい、はい、そうです。そうで楽しかったわけで、ね、楽しかったですね。なんかいろいろこう法律に対する考え方が変わったことだとか、なんか普段自分が日常生活を過ごしていて、なんかそういったもの全てに法律が絡んでくるということを勉強するうちに気づいてくるんですよね。例えばコンビニでじゃあおにぎり一つ買うのも、もう意思表示の申し込み、承諾合致してると、だから売買契約成立してるんだよとか、やっぱりその自分の身近な活動で行動が
法律に、まあ、関連リンクさせられるというところがすごくやっぱり法律を勉強していて楽しいなって感じた瞬間ですね。仕事でね、やっぱり法律必要だと思ってあって、はいはい、でもその仕事だけじゃなくて本当に自分の毎日の生活にとても関わってるってこと。そうですね、それ分かった、それ分かりましたね、はい、そうするとより具体的にイメージが持てて、そうですね、勉強も楽しくなるし、まあ、日常生活でもちょっと法律のことを考えるようになりますよね。で通信課程の大学はどうでした、はい、いやその大学生活というものを、まあ、今まで味わったことはなかったので、うん、まあ、単純に楽しかったんですね、うん、やっぱり、まあ、友達というか仲間もできますし、でしかも通信教育課程だとその普通の学生というよりもやっぱ社会人の方とか、あとは老後の方、人生を歩んでいる方とか、はい、そういった課程多種多様なんですよね、うん、なのでその自分と境遇が似ている人も多かったですし、あとやっぱり自分自身がその学ぶというかそういう場も多かったのですごく、まあ、楽しかったですね。なるほどね、はい、あのスクリーンなんかもあったりしますね。そうなんですよね、夏休みに八王子の方で、うん、ちょっと遠いんですけどすんごい暑い中6本持ってスクリーンに行っていたことも、まあ、今となったらいい思い出ですよね。なるほど。中央大学の通信教育課程は5年半かけて卒業して、うん、でその後に中央大学のロースクールの、まあ、未修のコースに入学したという形です。なるほど。ロースクールの勉強はどうでした、はい、非常になんていうかアカデミックな勉強なんですよね。であと一つの分野をすごく掘り下げて勉強していくので、まあ、例えば判例だったらその、まあ、補足意見ですとか反対意見ですとかそういうところもしっかり読み込んでいくので、まあ、そういう意味では知識がすごく深まってはいくんですけれども、どうしてもやっぱりその知識の網羅性という点では少しまあ弱い部分があるので、私はその伊藤塾で基礎知識を身につけてからロースクールに入ったので、まあ、その点は本当に助かったんですけれども、うん、やはり同じ未修のコースで本当に初学者で入学してきた方とかは、まあ、結構苦労しているなというのを、まあ、印象としてあります。そうね、はい、ロースクール僕は大学院でも本当にいい先生もいらっしゃる、ね、素晴らしいこともあるんだけど、はい、その講義の良さっていうものを理解するためにはやっぱり基礎、そうなんですよ、そうなんです、基礎しかないと話になったよね、うん、ってことだよね。伊藤塾でしっかり基礎学びをしてから入ったんで、まあ、その先生のいい講義もよく理解できた。そう、私は本当にそうでしたね、はい、そこで勉強した判例の、ね、知識だとか、はい、ちょっと法律を深めてみるとか、それは今の仕事に役に立ってます。私のその講師としての立場としては、うん、やっぱ受講生の方に分かりやすく伝える必要があるじゃないですか、うんうん、そのためにはその判例を、まあ、深く理解していないと伝えられないことがあるんですよね。そういう意味では本当にそのロースクールでそういう、まあ、判例とかの勉強していたことはすごく役に立っていますね。なるほど、はい、何でもそうなんだけど、はい、人に伝えるっていうところに、はい、私はまあ前々からそう思ってるんだけど、1を伝えるためには10勉強しとかないとね。あ、そうですね、だから氷山の一角みたいなね、うん、伝えられるのは本当にこう海の見えてちょろっとで、うん、その下にしっかりとしたバックグラウンドなり勉強がないと自分が仕組み勉強してやっと1伝えられるって、そんな感覚なんだよね、はい、だからそのロースクールでしっかり、まあ、判例だとかもいろんな法律の考え方を勉強しました。それが今の講師業に入ったって、はい、すごい生きてますね、はい、まあ、伊藤塾の講師は皆さんそうやって勉強してるから、そうですね、そんな中で、ね、頑張っていけるってことだね、はい、なるほど。仕事としてね、職場として私たちの伊藤塾、そうですね、それなぜ、まあ、ちょっとご縁があって、まあ、誘っていただいたっていうのがまず一つ目のきっかけなんですけれども、最初はその講師業ではなくって、その、まあ、これはまあ今もやっている業務ですけど、そのマイページ上で受講生の方から来た質問とかに対して回答するですとか、あとは今ちょっとこれやっていないんですけれども、パーソナルトレーナーの講師とか、あとは、テキストの作成とかやった後に講師業、まあ、今年から2022年から、まあ、やらせていただいて、行政書士試験科というのが、まあ、働いてみてこれ分かったことなんですけれども、本当にその受講生の方々がまあ合格すること、まあ、その合格というまあ目標ですよね、それに対してすごくまあチームで動いているというか、みんなでまあその目標に向かって仕事をしている、まあ、そこが働いていてすごくまあ自分自身も刺激になるし、まあ、魅力的な部分だというふうに感じていますね。なるほどね、はい、伊藤塾選んでやってみて、なんかこう感じ方変わったこととか同じことがある？そうですね、まあ、本当に受講生の時から思っていましたけど、うん、やはり、まあ、先ほどもちょっとお伝えしましたけど、本当に受講生の合格というものを第一に考えているということが、まず一つ私としては働いていてもそうだし、塾生の時もそうでしたけど、すごく良かった点というかなんですよね。
あともう一つはやっぱりその合格だけではなくて、うん、その合格後ですよね、うん、そこもすごく見据えてくれているのが、あの特にまあ受講生の時は まあ、ありがたかったですね。どうしてもやっぱりその合格だけを見てしまうと視野が狭くなってしまうので、実際その合格試験の合格っていうのはまあ通過点というか、結局合格後にまあ実務家として働いていくというところが、まあ、その人の人生においては一番大事なところなので、やっぱりそういう部分を熟成の段階から意識できるというのはすごく大きかったかなと思いますね。なるほど。行政書士試験の講師を選んだというか、はい、それやってみたいと思った何か理由は、まずはですね、まあ、先ほども少しお伝えしましたけど、その、まあ、行政書士試験課で働いていた時に、まあ、すごくそのチームとして動いている、うん、受講生の方を合格に導くという一つの目標に向かって動いているというところに、まずすごく行政書士試験課としての魅力は感じたんですよね。で、あとはやはり講師業というのが、まあ、これはやってみて分かったことなんですけど、自分もやった、まあ、仕事というか、その、まあ、反応ですよね、それがストレートに返ってくるものじゃないですか。それがやっぱり本当に嬉しいというか、なんか楽しいというか、なんか心が満たされる瞬間があって、あ、これはなんか講師業特有のものなのかなと思ったんですよね。それでより本当にしっかりとやっていきたいなっていう気持ちが高まったという感じですかね。ちょっとハマっちゃった感じだね。ちょっとハマっちゃいましたねそうだよね、はい、法律自体もやっぱりその勉強したりだとか伝えたりすること自体は楽しい。楽しいですね、うん、やはり自分自身がその受験で結構悔しい思いをしているので、うん、その受験生の方がまあどういったところでまあつまずきやすいかとか、そういったところもまあ自分としては分かっているつもりなので、はい、やっぱりそういうところをできる限り噛み砕いてお伝えして、でしかもそれでいい反応が返ってくると、まあこれ以上ない幸せですよね。そうだね、はい、自分が好きな法律を、ね、伝えて、はい、でそれを喜びとして、ね、返していった。そうですね、元気のことだよね。自分自身生きててよかったって実感するのって、うん、本当になんか人から必要とされるところだと思うんですよ。誰かに役に立ってるかもしれないと思えるところだね。そうなんですよ、本当にそれはもう今年、まあ、講師業を特にメインでやって痛感したことで、うん、やりがいというか生きがいにつながってますね。受講生一人一人に対する愛情というかな、はい、うん、それがやっぱり何より大切、ね、そうですね、だと思いますよね、はい、それが自分の喜びにもつながると。そうですね、これからどうする。行政書士試験科の講師なので、本当に、まあ、自分に関わってくれた受講生の方、本当に一人でも多くの方を合格に導きたいという思いがまずありますね。でその際にはただ単になんていうか法律の知識を教えるというだけじゃなくて、やっぱり行政書士試験というのは多種多様な方がいらっしゃるんですよね。やっぱり働きながら勉強されている方とか、主婦の方で家事とか育児やりながら勉強されている方とか、まあ、そういった個々の受講生の方の、まあ、状況にある程度寄り添った講義をしていきたいなというのは考えていますね。まさにね、こう多様な経験というかな、そうです、職の経験を、ね、今までもしてきたからこそ、はい、いろんな人の思いを受け止めてこれからこうして頑張っていけるということで、まあ、そうでありたいですね、はい、もっともっと勉強してください。ずっと勉強続けていきます、ね、はい、最後に、ね、これから勉強を始めようという方、はい、それからすでにもう勉強を始めている方、はい、にちょっとメッセージお願いします。はい、まあ、今現在その行政書士試験の、まあ、受験ですね、それを目指している方というのは、まあ、何かしらその自分自身を変えたいと思っている方が多いと思うんですよね。で私自身もこの法律の世界に入ってきた時に、やっぱり自分とか自分の取り巻く環境とかそういったものを変えたいと思ってこの世界に入ってきたので、ぜひ一緒にですね、私たちと一緒に合格を目指して、頑張っていければなと考えています、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。今日は藤田亮平講師にいろいろお話を伺いました。皆さんどうでしょうね、勉強するっていうのはなんか大変ですよ。で大変だけれども、うん、そこに、ね、楽しさを見出して、そして人の役に立つ仕事に使えるんだということで、ぜひ頑張っていただきたいというふうに思います。今日どうもありがとうございました。ありがとうございます。これからも頑張ってよろしく。よろしくお願いします。